京都市営バスは京都市交通局が運営する路線バスである。故障は京都市バス。地元では単に市バスと呼ばれることが多い。市内交通の主要な位置を占める。京都市内を中心に走っているが、一部長岡京市と向こう市にも停留所がある。なお、京都府内には京都交通、京阪京都交通、 京都バス、京都京阪バスという京都の冠がついた民間バス会社が存在するが、これらはいずれも京都市バスとは別事業体である。ただし旅客サービスでは、京都バスとの共通化が進む。2005年に京都市に編入された旧京北町の京北町 A バスは、編入後は、市バスとしてではなく、京都京北ふるさと校舎による、 京北ふるさとバスとして引き続き運行されている。京都市によるバス事業は、1928年5月10日に、出町流、植物園間の2 5トルで運行を開始したのが始まりである。その後、市内は、市電、新市域は、市バスを基本方針として、京都市内外園部を中心に路線を設定していった。また、1932年には、 トロリーバス事業を開始した。しかし、第二次世界大戦の勃発による影響で燃料の入手が次第に難しくなり、木炭自動車、電気自動車、高ライト自動車、メタンガス自動車の導入や、木炭自動車用の木炭の自家製化などを図ることとなった。また、燃料の消費を抑えるために、運転休止時間帯の設定や、路線の縮小、 急行運転の実施なども合わせて実施された。同時に、京都市内でバス事業を行っていたバス事業者の買収を行い、基本的に市内は京都市電機局によりバス事業が行われることとなった。なお、京都市内におけるバス事業の戦時統合は京都市電機局に統合を実施されることとなったが、上述のように京都市内のほぼ全てが 京都市電気局により統合されていたため、実質的には実施されなかった。ただし、現在でも京都市内に民営バス会社や JR バスによる路線が残存しているのは、この統合時に大阪市域の統合に絡む京阪自動車、奈良電気鉄道、宇治田原自動車と丹後地方の統合に絡む丹波交通が統合対象でなかったこと。 省営バスはそもそも戦時統合の対象外であったことによるものである。また、現在の京都バスの前身にあたる嵐山自動車と倉間自動車は、当時の京都地域にほとんど路線を持っていなかったため、やはり統合の対象外であった。戦後、他の日本の大都市と比較すると、京都市内はあまり空襲等の被害を受けていなかったため、車両や施設への被害は、 最小限で済んでいた。しかし、戦中から続く燃料事情が厳しいなどの状況は継続しており、京都市電気局により運行が行われていたバスは、戦後の時点ではわずか8路線であり、それらも来年車により運行される状況であった。このような中で復興が進められていった。1947年には、京都市電気局は、京都市交通局に、 名称変更を行い、同時期に新中軍から車両の払い下げを受け車両の増強に努めた。その後、車両の大型化が進むとともに、戦争に伴い運休となっていた路線の再開が行われ、徐々に戦争前の姿を取り戻していくこととなった。1949年には、一般貸し切り旅客運送自動車事業を開始し、1951年には、 夜の観光バスの運行を開始した。また、京都市内には前述のように、戦時統合が行われず、多くの事業者が残されていたため、1948年には、省営バスや京阪自動車や、京都バスをはじめとした、会社線のバスとの相互乗り入れを開始し、1951年には、京阪自動車、京都バス、丹波交通、 日本国有鉄道との運輸協定を締結するに至った。また、1951年には大阪市に次いで国内では2番目となるワンマンバスの運行を開始した。なお、ワンマン化についてはこの後順次進められていき、1970年に宅間系統のワンマン化の実施、1972年に後乗り前振りの整理券方式による、 乗降方式の導入が行われていく。1952年には、地方公営企業法の施行に伴い、公営企業体としての京都市交通局が発足した。この発足と同時に、バスの車体のカラーリングを変更し、現在の市バスの車体に見られる、若草色と、能力色の曲線からなるデザインへと変更される、こととなった。 このような状況の中で路線の拡充が進められていき、1955年に京阪自動車と共同で京都定期観光バス、1958年に京阪自動車と共同で比叡山線の運行をそれぞれ開始したのが一例である。しかし、1960年代になると次第に日本全国共通の問題となる市内中心部の空洞化や 自動車の急激な普及に伴い、利用客の減少や、道路渋滞により、定時性の喪失が、京都市内においても、顕著に見られるようになってきた。これに合わせて、京都市交通局の財政も悪化を続け、京都市電や京都市営トロリーバスが廃止されることとなり、代替輸送を市バスにより行うこととなった。これに合わせて、施設の増強が行われ、醍醐や梅津、 三明、西鴨、も、西木林、九条、カラスマの営業所が適宜設置されることとなった。路面電車が蒸気のように廃止され、京都市交通局はバス専業事業者となったが、1960年代から京都市営地下鉄事業の計画が進められており、1981年に京都市営地下鉄、カラスマ線が開業した。これに合わせてバスでも、 路線再編が行われた。この再編の基本方針は、市バスと地下鉄の有機的な連絡を基本としており、地下鉄と市バスの乗り継ぎ運賃の導入や、北大路バスターミナルにおけるフィーダ路線の導入が、その具体例であった。1990年代に入っても、道路渋滞の悪化に伴いバスの定時性の確保が、難しさを増していった。また、京都市営地下鉄。 カラスマ線、東西線の相次ぐ延伸や新規開業に伴い、鉄道と並行する路線の縮小や、他事業者への移管を進めることとなった。これにより、山品区や伏見区東部の路線をすべて京阪バスに移管、左京区北部の路線の大半を京都バスに移管することとなった。また、このような外部環境の変化に伴い、 しバス事業の赤字が悪化したため、一部の路線の運行業務を民間事業者に委託することとなった。最初は、横王子営業所を委託することから始まり、現在では、梅津、九条、落成、横王子の各営業所及び西木林出張所が一部、またはすべてを民間事業者に委託することとなった。これらの施策により、ここ数年は、 財務状況の改善が見られるようになってきた。一方、バス事業の規制緩和に伴い、2002年に MK タクシーが東山地区を中心とした循環路線を設定し、市バスより安い運賃で路線バス事業に参入することを発表した。このことに対して、京都市は市バスの経営に影響を与えるとして激しく反発することとなった。 この問題を解決するために2004年7月に京都商工会議所の村田樹日会等による協議の提案を受け京都市と MK タクシーの当事者同士が協議をする場として京都のバス事業を考える会が発足したこの中での様々な議論を通じて従来と異なる新たな施策等が示されたこれに伴い MK タクシーは 路線バス事業への参入を取りやめることとなった。代わりに考える会の最終報告書に記載された一部路線のジャンボタクシー等を使用したサービスの改善を担当することになり委託事業者として横王子営業所の運行委託業務に参入した。なお、MK タクシーが事前に準備していた中型バスは上記のように路線バス事業に参入しないこととなり、 不要となったため、一部を残して、京都市交通局がリースという形で引き取った。東山地域の系統では、観光都市、京都ということで、観光客重視のダイヤで設定されている系統が多い。観光面に特化した、楽バスという急行バスも設定している。しかし21世紀に入ると河原町通りや、桂駅落成ニュータウンで等間隔でバスを、 走らせたり、西大子2では、立命館大学へ向かう快速バスを増やして、所要時間の短縮を図るなど、観光以外の面でもサービスの向上を図っている。市内中心部においては、基本的には昼間は、本数が多いが、交通事情が悪い場合は、団子状態で車いし、長時間バスが来ない場合もある。近年は、西大路通り等で、市バスを優先して、 信号を制御する公共車両優先システムを導入するなど、市バスの定時運行を進めている。バスの本数の多い区間では、朝夕ラッシュ時にバス専用レーンを設けている。大半の系統は22時台に最終便となるが、循環系統については、旧市電代行という側面もあり、一部の主要系統と合わせて23時台まで運行している。 それでも都心部に深夜帯に到着する列車からの乗り継ぎができない事例も多く、深夜バスの設定を求める声が当時から上がっており、それによって河原町通りから京都駅に向けて夜間バスよるバスの運行が始まった。また2011年の系統再編以降は、深夜時間帯の主要ターミナルでの大阪方面からの高速鉄道との接続の改善も行われている。 各種の改善により経営健全化計画は2012年度の決算で完了する。この頃から京都観光の法日外国人が増加を続けて長く赤字路線だった南五系統が伏見な大社を訪れる外国人により黒字転換するなど経営環境の改善が続いた。2014年3月22日のダイヤ改正では 35年ぶり24台の造車や他の大都市で見られる本格的な深夜バスの設定、方向膜の新デザイン化に伴う、方向膜の全面的な取り替え、さらなる夜間ダイヤと液接続の強化、ラインカラー導入などが行われた。その後も1年ごとに増発を伴うダイヤ改正が続いている。ただし、バス運転手の人手不足と2018年から、 他社委託が減少したことによる経費の増大により、2019年3月、改正は、久しぶりの増発を伴わない改正となった。均一運賃区間の拡大も、同時期に行われた。他の交通事業者に影響するため徐々に進められ、京都バス、西日本 JR バスでは、運賃制度のシームレス化が図られた。一方で、 観光客の増加に伴って混雑が激化し、その対策として105系統で、前乗り後ろ振り方式が導入され、今後すべての均一運賃系統に適用を拡大予定と2019年11月に報じられた。前期の通り、1972年に、後ろ乗り前振りに転換した経緯があるため、約半世紀ぶりの再転換となる。路線は、 大きく分けると、均一系統路線、循環系統路線、調整系統路線に分けられる。一部を除き、上行方式は、後乗り前振りの後払いである。系統は、数字で示されるのが基本である。基本系統と一部路線が異なる場合は、枝板ではなく、徳、輪などの文字が、数字の前に、付加されるのが特徴である。なお、郊外路線では西。 南、北、M の文字が数字の前に付加される。例えば1号系統と北1号系統、M1 号系統はそれぞれ全く別の系統である。午前0時から運行される深夜バスには数字の前に MN が付加される。2017年4月現在 MN17 号系統と MN204 号系統と MN205 号系統。 mm 特に市3号系統が存在する。2006年以降導入の車両は、従来の LED 式停留所案内、運賃表示機の代わりに、液晶モニターが設置され、系統案内や停留所案内、さらに運賃案内が表示される。京都市バスでは、現在では、基本的に一つの系統を一営業所が担当する、方式をとっている。過去には、系統によっては、 一つの系統に対して、複数の営業所が共同で担当する系統もあった。なお、現在でも、快速205号系統の立命館大学前発の、便は、基本的に急上車子所属車の受け持ちだが、梅津車も入ることがある。均一系統路線均一系統京都市の中心部の、均一区間を走る路線である。京都市内の有名な観光地の多くは、 この区間内にある。運賃は一律で230円である。系統番号は、方向幕の青字に、白字で書かれている。通勤、通学向けに停車停留所を減らした、快速9号系統があった。観光系統、ラクバスラクバス100.10102号系統は、金閣寺や銀閣寺、清水寺といった有名な観光地と、主要駅を結ぶ系統で、 主要停留所のみ停車する休校として運行されている。一部の便を除き、ラクバスのラッピングバスで運行されているが、2006年3月末までは、京都市電を模したデザインのチンチンバスも一緒に運行されていた。朝から夕刻までの運行であり、早朝や夜間は運行されない。また、ラクバス以外は、外国人が使う可能性が高い観光地もよりの、 停留所や鉄道との乗り換え停留所に限り、英語のアナウンスを付加しているが、ラクバスは、全停留所で日本語、英語、韓国語、中国語の順にアナウンスが流れ、沿線主要観光地の解説も日本語と英語で行っている。ラクバスは白を基調に、100号系統は桃色、101号系統は緑色、102号系統は黄色である。 100号系統は朝夕を除き7から8分間隔で運行される。他客時は大幅に増発され、団子状に到着することもあるが、常に混雑している路線である。101号系統は朝夕を除き15分間隔で運行される。102号系統は多客機の週末を除き30分間隔で運行される。 循環系統路線循環系統201から208号、系統は市内の幹線道路を走り循環する均一運賃の路線である。おおむね5時台から23時台まで運行されており、1日の運行本数も比較的多い。系統番号は方向幕の代打位置に白字で書かれている。二百番台はもと廃止された京都市電の代替路線に、 それまで走っていた市電の系統番号プラス200として設けられた路線であるが、その後1981年5月29日の地下鉄、カラスマ線開業時の路線改変によって200番台は循環系統と改められた。このため、現在も忠実に旧市電時代の経路をたどっているのは201、207号系統のみで、いずれも 自伝時代からの循環系統である。また、202.205-206.208号系統が、それぞれ自伝2.56.8号系統の一部を、彷彿させる経路を走っている。また、202号系統、205号系統には朝、ラッシュ時に通勤、通学用に停車する、停留所を減らした、快速が存在する。 調整系統路線調整系統均一区間の外側を走る路線である。中心部から郊外へ向かう路線など、均一区間の内側と外側にまたがって走る路線が多いが、落成地区の路線など均一区間の外側だけを走る路線もある。車体前方に整理券車という表示がされている。調整系統の系統番号は方向膜の白地に黒字で書かれている。 その多くが、他のバス会社との競合路線であり、他社の運賃体系に、市バス側が合わせていることが多い。乗車時に整理券を取るか対応カードを、カードリーダーに通し、降車時に、バス前方に表示されている、整理券番号に対応した運賃を支払って、降車する。整理券を受け取らなかった場合、規則としては、運賃表の表示の最高額を支払うことになっている。 なお、調整系統路線であっても、均一区間内のみの利用の場合は、運賃は230円である。車内運賃表の表示が変わるときには、自定流除名案内の放送の最後に必ず、これから先運賃が変わりますという案内が流れる。これは、京都バスなどの路線でも行われている。運賃表が巻取式の幕であった頃には、この案内が流れる際に、 運賃表の幕が回っていた。また、均一区間から外れる境界となる停留所、接近時には、これから先、均一運賃区間外となりますとのアナウンスが流れる。均一区間外では、市バス、京都バス1日乗車券カードのみならず、全線定期券も利用できないため、それとは、別途に支払う差額が、運賃表示機に表示される。さらに、 調整系統用の車両にはバンパーに縦書きで整理券車と書かれた円形の標識をつけていた。濃紺地に緑文字という暗い色を使用していたが結構大きめの標識であったため目立つものであった。その後横書きのシールに変更された。現在では芝スエリア内の主要観光地のうちカツラリ給付金は気に付く考えである。 2014年3月21日までは、嵐山、佐賀の地区も均一区間外だったが、シバス1日乗車券カードの区間外となるので、観光客の誘致に不利であったり、日本語が不自由な外国人観光客が1日、乗車券カードが使えないことを知らずに下車しようとするのに対し、運転手が追加料金が必要であることを説明するのに苦労するなど、 弊害も多かった。利用者や観光業界の強い要望も以前からあったが、競合する京都バスとの協定が必要なため長く実現することはなかった。ようやく2014年に均一区間に組み入れられたところ、バスの利用者が15%増加し、増加分のほとんどが観光客であった。そのため、京都市交通局は、 他の調整系統路線もすべて均一区間に組み入れることを目標とし、2016年3月には、嵐山、佐賀野地区と同様に、京都バスのみと競合する、修学院、岩倉地区を均一料金区間に組み入れ、四川道、満州院、修学院離宮方面も、市バス京都バス1日乗車券カードが使用できるようになった。以後は、 市内中心部を走る路線のほとんどが均一系統となった。2021年3月20日からは並走する JR 西日本バスとの調整が成立したことにより8系統が高尾から戸賀能まで延長するとともに全線均一区間となり京都駅前から津賀能は530円から230円へと半額以下の値下げとなった。ただ、 均一料金区間に組み入れられることはその地域だけを利用する利用者にとっては運賃の値上げとなることが多い。2016年3月から全線が均一料金区間に組み入れられた5号系統を例とするなら京都駅前から岩倉走車場前までの全線を乗車した場合従来の運賃360円から均一料金230円となり130円の 値下げとなったのに対し、上果て町京都造形芸大前から、岩倉奏者場前までの利用は、従来の運賃160円から230円へと70円の、値上げとなった。2014年3月に均一料金区間となった、嵐山、佐賀の地区も、区域内のみの利用が190円から220円へと30円の、値上げだった。 これら均一区間化された系統に使用されるバス車両からは乗車時に使用する整理券発行機及びカードリーダーが撤去されているかあるいはこれらの装置をビニールのカバーで覆っている100円循環バス100円循環バスは運賃が大人、小にともに100円で運行されていた路線である繁華街のあるお池通、カラスマ2、市場通り、河原町通りを 半時計回りに一周していた。土曜と休日の昼間時に10分間隔で運行されていた。その他の路線系統と比べると停留所が短い間隔で設置されていた。利用者数が伸び悩み、2020年3月15日をもって運行終了。公式サイト100円循環バスのご案内夜バス深夜バス深夜バスは午前0時以降に 運転される路線である。2014年3月22日に試行運転を開始し、系統番号にはミッドナイトを意味する MN が付く。2018年現在、京都駅からは17号系統袋と同様の、経路を通る西木林車庫前駅の MN17 号系統と、205、お都合系統と同様の経路を通るカラスマ。 北王子行きの MN205 号系統が、カラスマ北王子からは204オツ号系統と、同様の経路を通る西木林車庫行きの MN204 号系統が、桂駅からは、徳西3号系統と同様の経路を通る坂板に、大橋行きの MN 徳西3号系統の4路線が、設定されている。平日、土曜、ダイヤ、及び、カラスマ線のことライナー運転日のみの運転で、 それ以外の休日ダイヤでは運転されない。MN204 号系統は、MN205 号系統を西木林車庫まで延長運転する形で設定されている。運賃は、通常運賃の倍額で、MN205 号系統から MN204 号系統に、引き続き乗車しても運賃は460円である。また、定期券や一日乗車券類を所持している場合は、 通常運賃との差額を支払えば乗車でき、回数券の2枚利用も可能である。経路乗車証や福祉乗車証を所持している場合は、通常のバスと同様に無料で乗車できる。MN205 号系統と MN 特に資産号、系統はそれぞれバスターミナルには停車しない。定期観光バス定期観光バス晩年は、軽半バスと共同で運行を行っていた。 バス代、入場料などを含めた価格で、JR 京都駅、京阪三条駅から毎日運行されていた。末期には1970年代のピーク時に比べ、利用客が減少傾向にあった。そのため、旅客がコースにおいて選択できる自由度を高めるなどの様々な工夫を凝らしてきたが、京都市バス担当便は赤字傾向から脱出できなかったため、 2012年3月をもって運行から撤退した。バスロケーションシステム京都市バスは主要バス停で写真のようにバスの位置情報を提供している。これをバスロケーションシステムと呼ぶ。また、表示器を搭載していないバス停も含めてインターネットや携帯電話上でポケロケにより位置情報が提供されている。ポケロケでは 市内に多数あるバス停から目的のバス停を見つけるために各バス停にポケロケコードと呼ばれる数字を割り当てている。これを入力することで簡単にバス停を見つけることができる。また2005年9月30日からは全停留所の各時刻表に QR コードが記載された。これを カメラ付き携帯電話で撮影し読み取ると、瞬時に目的の位置情報ページにたどり着くことができる。従来のアナログ式機器は効果かつ多言語対応が困難であったため、アステムと共同開発で、シャープ製の IT ユニバーサルボックスと汎用の液晶ディスプレイよび市内で整備を進めているコーシーム線ムランモを利用した従来より、 低コストかつた機能を実現した新型システムに更新し、さらに、シバス車両全車にビーコンモジュールを搭載して、ポケロケットの連携を深める。1967年以降に廃止された営業所のみ扱う。営業所から出張所、発出所に降格したものは含まない。一部路線を除き、後方の扉から乗って、前方の折り口で運賃を払う。 後乗り前振り方式を採用している。2010年代後半以降の観光客の増加に対応するため、将来的には前方の扉から乗って、運賃を先払いし後方の扉から降りる前乗り後振り方式を均一運賃区間を走る、計6 2系統で導入する予定である。支払いには以下の方法がある。最も基本的な方法である。 小銭が足りない時には、運転席の横にある、運賃箱付属の両替機で千円札を高価に、両替できる。二千円以上の紙幣の場合は、お釣りが用意されていないので、乗車前に千円札か硬貨を用意する必要がある。なお、車内では、地下鉄乗り継ぎ割引乗車券は購入できないため、乗り継ぎ割引サービスを受けるには、トラフィカ系カードを購入する必要がある。 IC カードや追立乗車券カードの利用者の増加に伴い、現金利用者は減少している。均一区間のみの系統の場合、運賃以上の金銭を入れても、運賃箱からお釣りが出ないため、あらかじめ、両替をしておく必要がある。2014年12月24日から、ピタパイコーカスイカパスモなどの IC カード式、乗車券が一斉に導入され、うちピタッパでは、 利用額に応じた割引サービスを受けられる。利用方法は、降車時に読み取り機にタッチするだけである。ただし、均一運賃区間外系統や深夜バスでは、乗車時もタッチが必要である。均一区間の拡大により、不要となった乗車口のカードリーダーが撤去される、車両が相次いでいる。深夜バスに関しては、m n 十七号系統、m n 二百四号系統、 MN205 号系統での均一運賃でも、深夜料金が加算される、関係上、乗車時にタッチする必要がある。バス同士の乗り継ぎでは90円、市バス及び京都バスと地下鉄だと60円が、自動的に割り引かれる。ただし、バス同士の割引は1回目の降車と2回目の乗車が90分以内であることが条件となる。 2018年3月17日まで乗り継ぎの自動割引は非適用であった。京都市交通局が販売する均一運賃区間を含む移行か定期券では、均一運賃区間内で市バス、京都バス、西日本 JR バスが利用できる。なお、上記乗車券以外に各種学会や国際会議などの目的で使用するコンベンションパスも存在する。 営業係数及び旅客数は2019年度及び2020年度営業係数が100から199の系統は桃色で200以上の系統は赤色で表記する旅客数が5000から1万人の系統は黄緑色で1万人以上の系統は水色で表記する営業係数が最小の系統を太字最大の系統を社字で表記する 旅客数が最大の系統を太字、最小の系統を車字で表記する。ラクバスラクバスにはダイソー設定がない。運賃は通常運賃の2倍。定期的に運行されるもの観光シーズンに運行されるもの年度、時期により運行されない場合がある。週夜運行毎年12月31日から1月1日にかけて運行される。 鉄道駅連絡停留所及び主要、神社仏閣もより停留所以外はすべて通過となる。市場大宮西の敬遠町間では、北の天満宮へ向かうバスが、約10分間隔で運行されるようにダイヤが、調整されている。2014年12月31日から2015年1月1日は、特201英号、特201バイト号系統を、西下も、 カラスマ、梅津、九条の各直営が、特50号、特 206D 号系統を西木林、梅津、九条、落成の各委託及び横王子が担当した。節分に伴う、臨時系統を毎年2月2日3日のみ運行される。2015年2016年は、西鴨営業所、カラスマ営業所、梅津営業所、九条営業所の各直営が、担当した。 2014年までは西木林出張所も担当していた。その他の臨時系統イベント開催等により運行される。ここでは運行回数、時刻表形式の有無にかかわらず、京都市交通事業白書などに記載がないものを記載する。定期的に運行されるもの集や運行毎年12月31日から1月1日にかけて運行される。 鉄道駅連絡停留所及び主要、神社仏閣もより停留所以外はすべて通過となる。市場大宮西の京園町間では、北の天満宮へ向かうバスが、約10分間隔で運行されるようにダイヤが、調整されている。2014年12月31日から2015年1月1日は特1号、特201英号 特201バイト号系統を、西鴨、カラスマ、梅津、九条の各直営が、特50号、特2 0 6 d 号系統を西木林、梅津、九条、落成の各委託及び横王子が担当した。イベント開催、多客機など特定日のみ運行される、物保有車両数は、平成29年3月18日現在で808両を、保有し、その内訳は、 ノンステップ型776両、ワンステップ型32両となっている。また、保有車両数808両のうち、低公外、低燃費車両796両、その他12両となっている。車両導入メーカーは、いすず自動車、三菱ふそトラックバス、日野自動車、日産ディーゼルの国内4メーカーの車両を保有し、外国メーカーは、 世界的な観光地ながらも一切導入していない。導入メーカーの割合傾向は競争入札制度の導入以前には日産ディーゼル車の割合が他の3メーカーに比べると圧倒的に低かった。かつては4メーカーともに西日本車体工業製の車体を積極的に採用しており、西高製の車体を継続的に購入していた最東端の事業者で、 1990年代までは約半数の車両が西高製の車体を仮装し、その後も西高が解散する直前の2009年頃まで西高製車体の車両が継続的に導入された。現在、新車の導入は競争入札制を採用している。かつては営業所ごとに導入される車両のメーカーが指定されていたが、 競争入札制の採用によりその原則は崩れている。車両はすべて配置が決まっており、同じ営業所内でも直轄路線用、委託路線用などと分けられている。車両管理番号は車両前後に取り付けられている登録番号の一連番号をそのまま採用している。例えば、京都299か1の場合は、 前輪フェンダーの直上の左右側夫に1と記載されたシャバンステッカーが、また、京都299か42から19等の4桁の場合は、ハイフンを除く4219と表記されたシャバンステッカーが貼られる。また、京都市バスの車両は、おおむね18年使用し、廃車時に15乗抹消となるため、原則として、 国内で再登録をすることができない。このため、中古車両は国内では見られず、ミャンマーなど東南アジアの一部地域で見られる程度であったが、近年は、州北バスや宇部市交通局をはじめとする国内他社へ移籍した例も存在する。2019年度には、久々の中型車として、レインボーが15台納入されている。 2015年度より、現行車種が継続して導入されている。観光客向けの100、101、102号系統は、2005年から外国人観光客の利用を意識し、特徴的なラッピングが、車体全面に施されている。3系統とも共通のデザインに、105系統は、春の桜をイメージした桃色、101号系統は、夏の木々をイメージした緑色、 102号系統は、秋の紅葉をイメージした黄色を基調としている。デザインは2014年3月に変更されている。京都市交通局100周年記念事業の一つとして、交通局直轄後営業所に、バスの能力体を赤、青、黄、緑、桃色の5色に置き換えた、デコレーションバスが登場した。これらのバスは2012年6月9日の京都市。 役所前のイベントにて、お披露目式が行われ、翌10日から同年12月31日まで、運転されたが延長されて4月1日から K ちゃん、バスとなった。車両は以下の通りである。道路が5番の目上に作られている、市内中心部では、地名の通りな表示同様、停留所名は主に交差する、道路名を組み合わせたものが圧倒的に多い。 例えば、市場通りと河原町通りの交差する点の、停留所名は、市場河原町である。他都市のように、停留所の置かれている町名が、停留所名になるのは、中心部においては少数派で、町名といった例は皆無である。これは、市民生活においても、町名より、通り名の方が、馴染みが深い京都ならではの事例である。ただし、落成。 伏見など中心部から外れた地域には、町目という停留所がいくつか存在する。七条通りのみ例外で、四条通りとの混同を避けるため、七条通りに読み替えられる。京阪本線七条駅と接続する七条京阪、前も、七条京は、前と案内される。施設に近い停留所については、その施設に、ごく近い場合は、施設名前となり、 比較的距離のある場合は、施設名未知になる。ただし、例えば銀閣寺前停留所から銀閣寺までの距離よりも、金閣寺道停留所から金閣寺までの距離の方が近い例がある。これは、金閣寺にさらに近い位置に、金閣寺前停留所があるための相対的距離からの名称である。なお、多地区における、停留所から比較的その施設まで、 距離のある場合によく用いられる、施設名口は、芝スにおいては、東山2条、岡崎公園口などがあるが、極めて数が少ない。また、藤森神社、藤森神社前のように、施設名のみの停留所と、施設名前の停留所が、別の停留所として設置される例もある。各鉄道との乗り換え停留所についても、前述の通りな表示を使用する例があり、 車内アナウンスで、0 0 1 0ご利用の方は、お乗り換えくださいと追加される。2011年、市場通りにおけるバス交通に関する、交通実証実験にて設定されたご系統幕、前述の通り、京都市バスの方向幕は、それぞれの系統に合わせ、均一区間内なら青、均一区間内循環なら大々、均一区間外なら、白地と定められているが、市バスには、 様々な系統の他に臨時バスに対応したものもある。2013年2月に公表された平成25年度京都市交通事業予算概要では2014年3月のダイヤ改正に向けた方向幕のリニューアルの取り組みを計画していることが示唆された。また同改正に向けた市バス路線、ダイヤの基本的な考え方の中では 京都駅発着系統で経由する通りに合わせたラインカラー案内を導入することが発表され2014年3月のダイヤ改正で系統ごとに経由する通り別のラインカラーを導入し方向膜などに展開した同時に方向膜をリニューアルした他のバス事業者ではよく見られる LED の行き先表示は系統を色分けしている影響か あまり導入が進んでいなかった。これまで、横王子営業所の中型車か16系統、南8系統などの小型バス運行路線のみだったが、2010年より、営業を開始した2009年度新規投入車両の2272.2273号車は、大型車では、初の LED 表示取り、2009から2012年度は、LED 表示を採用したが、 2014年3月改正で実施されたラインカラー導入を見越して2013年度新車から幕式に戻された幕式の表示では系統番号が均一循環、卓環系統で色別表示されバス停やガイドブック、地図でもこの色別表記に習っているが LED 行き先表示器ではその区別はなく LED 自体の二色表示である 各系統の最終バスは、幕式の行き先表示器のバックライトに赤ランプを、最終の一つ前は黄緑色を使用する。なお、LED 車に関してはこの限りではなく、設備を持たない車両もあるが、2013年より営業を開始した車両では、枠となる部分の LED が緑色、もしくは赤色に点灯していた。前述のラインカラー導入により、 大半の LED 車は、落成営業所や横王子営業所に転属している。2015年頃にフルカラー LED 表示器が発売され、京都府内では、京都バスが、京都府外では、名阪近鉄バス、西武バス、沖縄県のバス事業者などに導入されたが、京都市バスでも2018年度に導入を開始、5年計画で、すべて幕式表示器を置き換える予定。 京都市交通局のバス事業は、かつて資金不足比率が指標を超過し、経営健全化団体に該当していたが、交通局の各種の改善に向けた取り組みなどにより、2012年度決算の結果、予定より3年早く経営健全化団体から脱却した。その後は、外国人観光客の増加への対応などを攻めの経営と転じた。 事業の経常損益では2003年度以降2019年まで黒字が続いた。各路線の営業係数は2011年度から全系統でバス停時刻表に掲示されている。営業係数が200を超える赤字系統は2011年度9系統、2012年度6系統、2013年度4系統、2014年度2系統。 2015年度4系統、2016年度4系統、と推移している。営業係数が最も大きいのは南1号系統小さいのは100号系統である。ありがとうございます。